はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女9月23日アップデート放送をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、先ほどディスコードがですね更新されましたので、早速見ていきましょう。まずは映画銀月なんですが、まあいつものは飛ばしておいて、神髄タンパクショーですね。まあこれは MR が来るからですね。まあ今回は新しい MR が来ます。そして一朝一夕、ランダムで40から80%の元宝が獲得可能。期間内に初回元宝購入時のみ倍率により特別ボーナスをゲットできますよということで、期間が9月26日月曜日までとなっております。まあ、今回も、まあ、特に、必ず大吉が出るわけではなく、まあ、普通の一朝一夕ですね。そして、珍宝券ということで、珍宝券にて、豪華報酬をゲットしようということですね。まあ、こちらも、なんか、月に1回ぐらいだったのが月に2回、今月2回目ですかね。なので、なんかちょいちょい来るようになったのかなと思います。まあ、決してね、内容的には悪くはないので、課金できる人はっていう感じですかね。そしてハッピーギフト。あ、その前に、さっきの珍宝券が9月29日までやっておりますよということですね。で、ハッピーギフト。1回購入すると、元宝が180、2時間高速戦闘券が ×2、新商交換券×3が7日間、毎日もらえますと。こちらが期間が9月29日、木曜日23時59分となっておりますね。はい、ということで、ここから、ですね、再登場キャラクター情報になります。梅雨の候ということで、傘を差し、一人でアジサイの満開の参道を歩いている。梅雨の候、細分期。彼女の美しい歌声は雨の中で響き渡っているということで、こちらが9月29日まで来ます。ということですね。ということで大きい画像を出しておきましょうということで、細分期になります。まあ細分期もね、まあ決して悪くはないので、まあこちらもね、MR ですね、まあ期待したいところですね。まあ今回は UR 戦と、まあ、いうことになります。そして、次ですね。次が海の霞でいいのかな。宝星の響きは、今日を添える花火として飛び散る花火で海を照らし、海の霞、久喜義隆の祭りが開催中ですということですね。はい、ということで期間が9月29日木曜日23時59分となっております。久喜義隆も UR 戦で再登場ということで、こちらも MR でね、化けるのを楽しみにしている一人ですかね。まあ、化けてもらえればいいですけどね。現状ちょっとやっぱ厳しいところはありますよね。はい、ということで、こちらですね、今回の目玉、新キャラ情報ということで、鶴の恩返し。鶴の恩返し、まあ、日本昔話的なやつなのかな。純白の羽を惜しげもなく使い、魅惑の反物が折られていく。鶴の恩返し、お通は、受けた恩には、余さず全力で答えます。ということで、こちら9月29日木曜日、23時59分となっております。お通って、まあ、個人的には、銀玉の、まあ、お通さんですよね。まあ、あそこのイメージが強いんですけど、まあ、調べてみたら、まあ、実際存在した人みたいで、うん、なんか、信長とかね、豊臣秀吉とかね、まあ、江戸時代の初期ぐらいまで、まあ、存在した人らしいですね。はい、ということで、まあ、鶴の恩返し、アバではなく、シリーズですよね。鶴の恩返しシリーズのお通ですね。まあ、こちらがね、どういった感じで来るのか、まあ、なんか、イラスト的にはかなり良さそうな感じがしていますので、な、バッファーになるのか、まあ、帽子のアタッカーになるのかっていうところですけど、見た感じはね、まあ、これ実際弓で来たりするかもしれないですし、武将かもしれないんですけど、まあ、見た感じ帽子かなと思ったりするんで、まあ、明日ね、楽しみですね。まあ、こちらは明日の23時の12時実装予定となっておりますんで、まあ、それ超えてからね、まあ、僕もなんか解説できたらなと思います。動画が上がったらぜひよろしくお願いします。はい、ということで、今回もこんな感じかな。まあ、金曜日なんで、まあ、あんまり情報量としては多くないですね。まあ、今回はお通ということです。で、大きい画像、まだ見てなかったので、最後出して終わりにしましょう。ということで、こちらが、お通ですね。鶴の恩返しシリーズっていうことでいいのかな。うん、だいたいこういうのつくときってアバだったりするんですけどね。まあ、ツールの恩返しシリーズ。まあ、日本昔話でいいのかな。まあ、そういうシリーズで来るっぽいですね。
はい、ということでチャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつデフ。